水門学とは、地球上の水循環を主な対象とする地球科学の一分野であり、主として陸地における水を、その循環過程から地域的な水のあり方、分布、移動、水収支等に主眼を置いて研究する科学である。水門科学とも呼ぶ。研究対象は、水の供給源としての降水の地域的、時間的分布特性、蒸発、浸透、 陸水や地下水の移動等が中心となる。水門学の定義は国際連合教育科学文化機関によって国際水門学10年計画の発足前年に当たる1964年に次のように定められた。ヒドラロジー、イズ・ザ・サイエンス・ウィッチ・ディールズ・ウィズ・ザ・オーターズ・オブ・ザ・アース、ゼア・オカランス。 サーキュレーションディストリビューションオンザプラネットゼアーフィジカルケミカルプロパティーズゼアーインタラクションズウィズザフィジカルバイオロジカルエンバイロメントインクルーディングゼアーレスポンセズツーヒューマンアクティビティヒドラロジーズエーフィールドウィッチカバーズザエンタイアヒストリーオブザサイクルオブウォーターオンザアース水門学とは地球の水を扱う科学その発生、循環。 分布、その物理的及び科学的特性、またそれら特性の人間活動への反応を含めての、物理的及び生物的環境との相互作用を扱う科学である。すなわち水門学は、地球上の水のサイクルのすべての歴史をカバーする分野である。水は、生命維持に不可欠な物質であり、学問の対象としてのみでなく水資源としても、重要である。 近年、水資源、水環境に関連した世界規模の問題が多数発生しているが、それらに対応するためには、水循環について正確で深い理解が求められる。水文学は、理学、工学、農学などの様々な分野において研究が行われてきており、横断的な研究領域という側面を持つ。研究分野は、水循環の各素過程、すなわち浸透。 流出、蒸発酸、地下水流動、故障、可動流出などを対象とするもの、これらの各素過程における水質を取り扱うもの、地球全体などさらに広い領域水準化を対象とするものなどがある。また、社会との接点を取り扱う部分もある。関連する学問としては、理学においては、気象学、陸水学、故障学、工学では、 土木工学における河川工学、水理学、また農学における砂防学、灌漑工学、土壌物理学などがある。講義の水門学は、このような関連する学問をすべて内包した、総合的な学際領域であると考える場合もある。森和則、水門科学、基礎科学としての水文学、日本水門科学会誌第47巻第1号。 日本水門科学会、2017年4月、17から21ページ、土井、10.4145, 地図、47.17。A.B. 風間さ水門学コロナ社、土木、環境系コアテキストシリーズ、2011年、2ページ。ISBN 978から4から339056280。水門科学とは 筑波大学水門科学分野2017年7月15日、閲覧。ありがとうございます。